アルファ様からはお小遣いもらったし、何に使おうかな。まずは書店で面白そうな新刊を見繕って、でも書店に行くとついつい予算以上に使ってしまうのよね。どれか一冊に絞ることができなくて、それこそ棚のここからここまで全部くださいって言いたくなっちゃう。まあそんな買い方、私のお小遣いじゃさすがに無理だけど。そういえば新しくできたらしいスイーツのお店、いい機会だから。でもお店で食べるよりシャドウ様とアルファ様にお土産を買うのがいいかな。今日は私一人だし、やっぱり美味しいものは誰かと一緒に食べた方がより美味しいものね。はあ、街を歩いていると目移りしてしまうけど、無駄遣いはしないようにと思うとなかなか決められない。みんなはお小遣いで何を買うんだろう。特に誰とも相談はしなかったけど、きっと今頃私と同じように何に使おうか悩んでるんだろうな。そういえばイプシロンは洋服を見に行くって言ってたっけ。いつもおしゃれに気を使ってるし、新しい服を買うのかしら。私はまだ新しい服はいいかな。無難で冒険をしない、いつも似たような系統のファッションばかりなんてイプシロンは私のことを言うけど、確かにイプシロンがいつも着てるようなファッションに比べたらちょっと地味かもしれないけど、冒険なんかしなくてもこれだって十分可愛いよね。要は自分に似合うかどうかなわけだし、何よりこのタイなんてメガネと相まって落ち着いて知的なお嬢様っぽくて気に入ってるのよね。あと見た目だけじゃなくて生地の肌触り、縫製の丁寧さ、色合い、そういう細かいところも含めて一目惚れだったわけだし。うん、新しいお洋服はまた次の機会ね。でもこうしてお小遣いの使い道を考えてる瞬間って楽しいな。もちろん実際に物を買うのも楽しいけど、ああでもないこうでもないって考えるのが楽しいのはきっと私だけじゃないよね。いろんな店を見て歩くウィンドウショッピングなんて最高に楽しい。ごめんなさい、私前をよく見ていなくて。ごめんなさい、本当にごめんなさい。あらあら、そんなに謝らなくても大丈夫よ。幸い壊れ物もなかったから。あなたの方こそ大丈夫？私も拾います。何やってるんだろう私。謝罪の言葉よりまずは散らばった荷物を拾い集めるのが先なのに。そんな、いいのよ。そうはいきません。前をよく見ていなくてぶつかったのは私の方なんですから。汚れてません？汚れてませんか？大丈夫だから少し落ち着いて。これくらいの土ぼこり、こうして払えば綺麗なものよ。よかった。あれ、このノート
上手ですね。ああ、これ、素人の描いた拙い絵で恥ずかしいわ。あ、ごめんなさい、勝手に見たりして。でも拙いだなんて、どれもすごく楽しそうなイラストですね。辛いことに比べて楽しいことはすぐに過ぎ去ってしまうとあなたは思わない？そうですね。だからね、私、忘れないようにこうして絵日記として残しているの。残しておけばいつでも読み返すことができるでしょう。そうして辛いことを楽しい記憶で塗りつぶしていくというのかな。あ、そうか。文章だけよりイラストがあるとさらに。でしょ。なるほど、思い出をこういう風に残す方法もあるんだ。私もやってみようかな。ベータ、早かったのね。もっとゆっくりしてきてもよかったのに。あら、大切そうに何かを抱えてるけど、お小遣いでよほどいいものを買えたようね。はい、これを買いました。ノート？それだけでよかったの？何軒か文房具店を回って、ようやく一目惚れのノートを見つけることができました。何より素敵なきっかけをもらったので、今日は最高のお買い物ができました。そう、あなたが最高の買い物ができたというのならよかったわ。いつも文章を書くのに使ってる愛用のペン、そして今回買ってきた色鉛筆、そしてまっさらなノートを広げたら、よし、準備完了。このまっさらなノートに毎日感動したこと、素敵だったこと、楽しかったことを書いていこう。文字だけじゃなく、あのお姉さんのようなイラストを添えて。そしたら辛いことがあっても、もう二度と立ち止まったりせずに済むかもしれないし。さ、今日の素敵な出会いについて書こうっと。でも最初のページはやっぱり私にとって一番大切な日、シャドウ様に救っていただいた日のことかな。